これは伊藤浩平先生の、物性工学の授業なんだけれども、僕は光とかですね、メディカルの専門家なわけなんですけれども、生体光物性とレーザー治療という題名で今日お話しいたします。僕はまあまあの話をできるやつだということ の評価になってるんですけど、もうちょっと経ったら課題を出しますけれども途中で、はい。さあですね、私 のやることなんですけれども、はい。今日は何を言うのかというとですね、皆さん、1年生の方が多いと思いますけれども、生体光物性もレーザー治療も両方ともタームとしては初めて聞いたと思うんですけれども、ここから1から5までタスクがあるんですが、最後はちょっと宣伝するみたいな感じなんですが、最初は光環境って何なんだっていうこととか、それからですね、皆さんこれだけ300人近くいると医学部志望の人も 4,50 人はいるんだよね。医学部落っこったんで離婚したんだって。いや、嘆くことはないんですよ。医学部行かなかった方がいいかもしれない。ですから誰が新しい医療を作るかって話を申し上げます。私はですね、ここが母校なんですけれども、母校に戻ってくる前に20年間医科大学で、教師をやっておりまして、お医者さんを1600人教育して、そのうち11人に医学博士を取らしました。医学の学会の方が工学の学会より入ってる数が多いので、お医者さんの先生は僕のことを医者だと思っている人が多くて、先生は内科でしたかとかよく聞かれることがあります。そういうやつなので、いろいろなことが語れますので、この筋に沿っていきたいと思います。まず光環境問題ですけど、皆さん意外にピンとこないかもしれないけど、熱帯魚知ってる、カラフルだ、黒人真っ黒だ、我々黄色人種だ、白人真っ白だ、これはね、なんで決まってるんでしょうか、ね、これは、全部で自分の身を守るためにこういう風になってるんですね。熱帯魚も伊達ではありません。寒い海に住む魚っていうのは白黒ですよ。白黒の世界ですよ。カラフルではありません。で、サンゴ礁に住む魚が色素を蓄えてるんです。自分を守るためにね。黒人も自分を守るために色素を蓄えています。で、これはですね、横軸が波長なんですね。で、縦軸がですね、水の吸収係数なんですね。で、そのラインが入ってて、緑色のラインが入っているところ、これはですね、水の吸収が少ないところを言ってるんですけれども、要は地球はどういう国、どういう星だって言ったら水の星です。もう表面面に水、水蒸気、雲がいっぱいある。だからですね、地球上の地表に降り注いでる光はどうなるのかというと、緑色が主体なんです。我々が言うところのね、緑色というのは、物理の表現ではなく感覚量なんですけど、色彩は、色彩で言うと緑色の辺、我々が言うところの可視光線が抜けてくるわけですね。我々はね、地球上で見えるように、ね、神様が作ってくれたね、そういうふうに進化したので緑色が一番よく見えるようになったわけなんですけど、日本人類が傲慢にもですね、そこを可視光線と呼んでるんですね。自分たちが見えるから、はい。でですね、その水のスペクトルを右側に書いてあるんだけれども、左側にはですね、ヘモグロビンのスペクトルとメラニンのスペクトルが重ねてあるんです。縦軸が吸収係数ですけど、メラニンっていうのはほくろとか、黒人の黒い色、これはメラニンの色ですね。茶褐色の色素です。それからヘモグロビンっていうのはあなた方の血液にある、色素なんですね。ものすごく大きい役割をします。外からですね、血の赤い色があなた方の身を守ってくれてるんです。で、その隙間っていうのがあって、でそこのところが一番生体にとっては染み込む場所なんですが、あんまり染み込みません。 X 線みたいに、体を透過することはありません。一番染み込む1ミクロンぐらいの波長のところでも、1センチぐらいしか染み込みません。あんまり染み込まないってわけなんですね。で、最近ですね、オゾンホールというのができてしまった。これはですね、いろいろな、光化学反応が起こってしまったせいなんですけど、皆さんの方が詳しいと思いますけど、ちゃんと環境のですね、紫外線を、月別に調べるとですね、かなりまずいことになっていて、
でこれは調べる場所によっていろいろ違うんだけれども、これは一例なんだけれども、例えば今ここは、日本だからまだいいんだけれども、南極の方に近い、南半球のニュージーランドなんかでは子供を外で遊ばせるっていう時には必ず長袖を着せる。皮膚がんですね、ベーザルセルカルチノーマの、確率が非常に高くなる。また悪いことに白色人種の鼻は高いので、ほんと鼻のところにやはりね、日射が集中して鼻の脇のところに皮膚がんが非常に起こりやすくなる。今からですね、その幼少の頃からそういったことに気を引き締めながら、地球上で生活してるっていう時代になってきた。まあ確かにですね、ニュージーランドとかオーストラリアが黒人国家だったらいいんですけどね、黒色人種というのは赤道の直下の状況で生きながらえてるようにメラニンを蓄えてきたんです。だからあそこの土地に住んでる人は真っ黒なんですね。だけれどもそういう人たちが行くべきところに白色人種が移住したので非常に困ったことになっている。で、紫外線の話をしたついでに言うと、この中に必ず行った人がいるんですけど、ヒサロというのがありますよね。ないんですよね。紫外線はね、1フォトンでも浴びるのが恐ろしい時代に、ないんですよ。ブラックライトという医療用の紫外線を出す装置の中に入って、焼けたいと、その方がかっこいいから。確かにね、1、2ヶ月は持てるでしょう。ところがですね、その方を追跡してみてください。30代40代になったらシミばっかりになりますよ。そばかすだらけになって次から次に出てきます。ですから今完全に必要なのは美白です。いいですか？お金を払って絶対に浴びに行かないでくださいね。 まさに放射線のいっぱい入ってる、食物をどんどんお金を払って、特に放射線の、なんていうんですか、汚染のひどいものを食べてるのに本当に相当してしまうんですけど、それをかっこよさのためにやる人がいるというんだから困っちゃうのね。行った人いるでしょ。もう行かないでください、はい。でどの辺の波長が一番危ないかというとですね、この250から70ナノメートルぐらいの光が実は危なくて、それでですね、なんでそういうふうなことになるのかっていうことなんですけど、それは、ここにも書いてあるんだけれども、セーラムアルブミンって書いてあるんだけど、これは血清中のアルブミンっていうタンパク質、すなわちこれは、血の吸収ってことなんだよね。で血の吸収が低いところ、そこが危なくなってるんですね。必ずしも DNA の吸収が一番大きいところが危ないのではなくて、そこの DNA の核に至るまでですね、光がブロックできないようなもの、これが非常に危ないということであります。でこの、なかなか難しい世の中ね、放射線もいろいろ空から降ってくる、そういうような状態の世の中になったんだけど、とにかく光というのは基本的なそういう、なんていうんですか、怖い相手なんですね。怖い相手で、それと我々は付き合いながら何万年も進化して生きてきたわけです。それで白色人種、黄色人種、黒色人種が生まれ、サンゴ礁に住む魚はですね、サンゴ礁の海は明るい、スキューバダイビングすると楽しいじゃないですか。周りの海が暗くなくて明るいじゃないですか。明るい海に住む魚は色素を蓄えないと自分たちが遺伝的に保持することはできないんですよ。だからカラフルになったわけですね。そういうふうに環境光っていうのはものすごく周りと関わり合いがあるんですね。であれば人間は非常に厳しい光の世の中で生きていて、まあ、それとうまく付き合いながら進化してきた。ならばですね、これを逆手にとって光の威力で生態を治すことができるはずだ。そういう考えが当然生まれてくると思います、はい。で、次の第2番目になりますけど、医療を作るのは誰なのかっていう話になります。その前に、課題を与えておきましょうか。課題の方を先に与えますか。2つのうちどっちをやっても書いてくれてもよく、今日の講義を聞いてて感じたことをですね、フリーに書く、はですね、考えが何もないと言うんであればですね、
じゃあ治療器を作るのに、これから治療の話をしますが、光の治療器の話をしますが、なぜ生体物性の研究は必要なんでしょうか。こういうことを書いていただこうと思います。いいですか。自由に書いてもいいし、生体物性のと治療器の関わり合いを書いてもいい。最後にもう一回見せますので、今はこれで引っ込みます。一面しかありませんので、やむを得ません。基本はフリーで結構ですよ。それで光環境問題の次ですね。はい、はい、誰が新しい医療を、創生するんでしょうかということですね。これはなかなか面白いタスクです。はい、で、診断はですね、世の中非常に進歩をし始めました。例えばあなた方が知ってるでも X 線 CT、MRI、ね、内視鏡、いろんなところを見る内視鏡、いろんなことができます。ところがですね、今の現状っていうのは、3億円の画像診断機で発見したがんを切るのはどうやるかというと、先生の手先の勘に頼って、そして150円の使い捨てのメスで、ね、3500円から4000円ぐらいのピンセットでつまみ上げて150円のメスで切り取るっていうのがね、一番新しい治療なんです。なんかアンバランスを感じませんか。ですから診断の方はかなり進歩してるんだけど、治療の方はですね、昔と同じなんですね。100年前とほとんど同じと言っても過言ではないんです。だから、僕は医科大学に勤めてましたから病院によく行きますけれども、もう歩いて、200歩とか400歩で病院なので、病院と往復しながら仕事をしてましたけれども、病院の方ではね、ものすごい会話が交わされる。先生は診断をする。患者さんと家族に、あなたは何々病です、何々症候群ですって宣告する。そうすると患者さんと家族は、先生治してください、いや治す方法はありませんのでお宅に帰ってくださいって言って、そんなことはないでしょう、この世の中治す方法はあるでしょうと、いや本当に本当にないんです、だから、病院に泊まってても家に泊まってても同じなんで帰ってください。こういう会話でが病院のここかしこで繰り広げられています。診断は進んだんだけど治療は進まない、進んでいないという現象があります。で、診断は科学的で治療はですね、経験的。治りゃいいんじゃん、治せばいいよ、ね、治す方が大事だ。ところがですね、治す方が大事だって経験学だから理由がないので、発展させることができない。最近ね、この15年間ぐらいで医学の世界で叫ばれているキャッチフレーズ、キャッチコピーってのがあるんですよ。エビデンスベースドメディスンって言うんです。直訳するとエビデンス、証拠に基づいた医学をやれ、医学医療をやれということですね。エビデンスベースドメディスン、すなわち科学的にやってください、医療を。ところが科学的じゃないんです。今は科学的じゃないってことなんです。少なくとも今までは。だからこれからは科学的にやらないとダメなんです、ね、目にレーザーを当てる、目に超音波を当てる、治ればいいでしょ。だけどなぜ治ったかが分からなくて、2倍の強さで当てたらば安全なのか、つまりもっとよく治るのか、副作用が出るのかも分からない。で、その理由も分からない。そんなところで治療をやってる、あなた方の命を任せるっていうのはおかしいでしょ。だからこれからは科学にしないといけない。ところが、じゃあお医者さんの中にはですね、臨床の先生、すなわちあなた方がお会いする先生ですね、それと医科大学の中には基礎の先生っていうのはいるんですよ。で、基礎の先生がじゃあ臨床の先生の足りない分を科学としてやればいいじゃないかと、すぐそういうふうに考えます。ところが私は20年間医科大学の基礎にいたんですが、日が高い今、日中ですね、日中基礎の先生と臨床の先生が一言もお話しすることはありません。一言も喋りません。どうしてかというと、考え方とね、仕事が違うからなんです。基礎の先生方は心理を探求する方なんで、多分物理屋さんとか数学者みたいな感じなんです。だからかっこよく物事が分かれば、人がたとえ助からなくてもハッピーなんです。で、ところが臨床の先生はその場の人なので、とにかく
原理が分からなくても、すなわち非科学的でも患者さんが助かるって方を優先するんです。もう考え方がまるっきり違って、人種としてはお互いに相入れないんですね。だからほとんど喋りません。ですから、この人たちは、交通がないので、一緒に科学を、医学を高めることができないんですね。じゃあどうすればいいかといったらば、我々理工学者がお医者さんと付き合ってあげて、お医者さんというのは、臨床医と付き合ってあげて、それで初めて新しい医療というものが生まれてくるんです。で、あなた方の中には優秀なお医者さんが科学やればいいでしょうと思うかもしれません。ところがですね、一日のお医者さんの働きというのは大変ですよ。もう僕の部下のお医者さんたちも大変でしたよ。朝は7時に出勤してきて、朝8時半までの間に病棟の点滴当番、全部の患者さんを回って点滴のチェック、点滴ラインが入ってなかったらば抜いて、もう一回静脈に刺し直すっていうのをずっと回って、9時の前には医局のカンファレンスに出て、9時から診療があって、あるいはオペがあって、それが終わったらずっと続いて、結局フリーになるのは夜の10時ぐらい。それで、下宿に戻って、もう倒れるようにそのまま寝て、もう女の女医さんも同じです。そうやって暮らしてます。で、そういう人たちに科学をやる時間があるんでしょうか。これがないんですね。残念だけどないんです。まあ一生懸命ひねり出して1週間に4時間ぐらいですね、中堅のお医者さんでなんか自分のことができるのは。で、ちっとも科学はできません。で、日本はですね、特にまあひどい状況なのはお寒い、ここの中でですね、日本に生まれた方をことをね、喜んでる人っていうのは相当いるでしょうね。要するに、例えば低開発国っていうのありますね。そこから来てらっしゃる方がいたら申し訳ありませんが、医療が進んでない、死亡率も高い、平均寿命も低いね、文化程度が低い、そういう国に生まれなくてよかった、日本は医療が進んでるからね、病気になっても治ると思ってらっしゃるでしょう。今まあ治ります、世界一流です。ところが先生方が使っているものは全部輸入品で使ってるんです。お寒いんです。いいですか、日本にお金がなくなったら、輸入できなくなったらばもうおしまいなんです。で、病院で行っても、治療法はあるんですけどアメリカから輸入できないんでやれませんとか、もうそういう時代がもうそこに来ようとしています。日本製の治療機というのはゼロと言ってもいいんです。ほとんどありません、それはいろんな理由があるんですけど、まあ、日本人がやる気がないというか、すごく難しいものなんですね。スペースシャトルを作るぐらい大変なんです、何年間もかかります。僕のやってるやつだって一つのテーマで10年間と25億円もかかるんです。大学でですよ。そんなことをね、普通やれないじゃないですか。日本の企業もやってないんですよ。で、もう怖くてやれない、失敗したらどうするのね、10に1つぐらいしか成功しない、10に9は失敗する、失敗嫌だよ、やらない、ね、一番下の社員から一番上の社長さんまで非常に日本お寒い病になってしまって、やってくれない、それが今の現状です。で、僕はそれを非常に怒っておりますので、後でまた出てきます。さあ3番目です。じゃあ だいぶ本題に近づいてきた、なんとかして、光医療をやろうということで、現在のですね、生体の治療とレーザー医学っていうのを生体物性と、まあ、関連づけてやりたいと思います。で、この写真はですね、まあ知ってる方はあまりないかもしれないですけど、アメリカが好きな人は知ってるかもしれませんが、アメリカ人が全員知っているドラマでスタートレックっていう SF があるんですね。まあ宇宙ものですね。宇宙を探検しながらいろんな、タスクに突き当たるってことなんですが、これはですね、もう大、クルーのね、中身はね、もう30年以上やってますので、ジェネレーションとして5世代ぐらいも入れ替わってますが、これは第一世代のね、カーク船長っていうのとドクター・マッコイっていうですね、最初に出てきた人たちなんですが、このドクター・マッコイが使ってる医療器具はみんな光なんです。みんな非接触、ヒロ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 ってこうやると全部診断ができてしまって、ピピって別のボタンを押すと治ってしまうと、ドクターマッコイはそういうものを使っていました。だから光で診断治療を行って人に触らない、
触らないということは無心臭といって、人を切ったり傷つけたりしない。これはやはり SF の世界の夢なんですよね。でその夢がじゃあどのぐらい現実になっているのか、非常に局部的だけど現実になっているものもある。あなた方は若いから、かからない病気なんだけど、糖尿病性の網膜症というのがいる、方がいらっしゃいます。これはですね、おじいさんおばあさんに多いんですけれども、糖尿病を長く患っていますと、20年間ぐらい患っていると、突然ですね、出血してしまって、網膜に出血してしまって失明してしまう。網膜がなぜ出血するかというと、網膜が剥離してしまうんですね、はい、でこれはですね、そうですね、30年ぐらい前までは大変な治療だったんです。1ヶ月以上入院して、目の眼球を外にひっくり返して取り出していたそうですね。裏側を治療するんです。だから大手術ですね。ところが今はですね、どうやって治療するのかっていうのが、まさにこれがスタートレックのドクターマッコイになってるんだけど、要はレーザー、これは眼底鏡というね、網膜を見る装置なんですが、そこからレーザーをハーフミラーで入れて、見ながら先生がカチッカチッと押してですね、スポットで溶接していく。これで網膜が剥がれたところを引き離す、引きつけて接着するってことはできないんだけど、さらにベロベロこう剥がれてしまうってことを防ぐことができる。でこの処置はですね、1ヶ月ではありません。外来で15分でできるんです。これはもう完全にレーザー治療の大きな革新だと言ってもいいです。ただちょっとこの写真が嘘がありまして、さっきも言いましたけど、もう糖尿病性網膜症っていうのは、こんな若い女性がなるはずはないんで、普通はおじいさんとおばあさんがお医者さんの前にいるということですね。それからですね、もう一つのエキザンプルとしてですね、皮膚の治療っていうのがあります。ほくろをですね、レーザーで取る、黒いあざ、赤いあざをレーザーで取るって話は、まあどこかの週刊誌で聞いたことがあると思います。僕は結構それ専門家なんですけれども、あれはちゃんと科学がありまして、例えばこれは縦軸が吸収で、横軸はまた波長なんですけれども、3つのものが書いてあって、ヘモグロビンとメラニンと、それからコラーゲン。コラーゲンは皮膚の主要構成タンパク質。皮膚の主要構成タンパク質に吸収がなくて、色素の原因である茶色のメラニンと、それから赤いヘモグロビンにだけ吸収が大きい、そういう差が大きいところの波長を与えれば、きれいにそこだけ治るはずだという考え方で、ちゃんと熱伝導の理論やなんかも計算すると非常にうまくいく。これは、ボハン性ボハンという黒あざなんですけれども、左側はちょっと見にくいんだけれども、2A ってところに3週間前に当てて、それで 1A ってところには今当てたところの、でそれから3週間経つと、その 2B ってところは6週間経って、左は 1B って書いたのかな、 1B っていうところは、3週間経ってる、6週間3週間経ってる。要するに直後には黒いものはなくならないんだけれども、3週間経つと色が消える。これはなぜなんだろう。黒い色素を持っているメラノサイトという細胞だけを破壊して、そこだけなんですね、脇は破壊しない、そこだけを破壊して、破壊すると細胞膜がピコッと取れてしまうから、中の黒い色素が外にドラッと出てくる。そうするとそれを異物反応として見なして、マクロファージといって、まあ、白血球の一種だけれども、パトロールしてるやつがそれを異物だと見て食べてくれる、鈍食といいますか、それで持ってってくれる。そうすると黒い色素は招待していく、まあ、こういうふうにやって、まあ、治していくわけです。でこの光の治療っていうのは非常に縦横無尽です。どうしてかというと、外から当てるだけではありません。光はですね、レーザーは光ファイバーの中に入れることができます。光ファイバーはもう細いです。50ミクロン、20ミクロン、当たり前です。太いものは100ミクロンぐらいになりますけれども、そうすると内視鏡の中、あるいは血管の中に入れた管の中、どこでも入っていく。そうすると脳の中で打つこともできます。癌の中で打つこともできます。どこでもできます。例えば皆さんが知らないところではね、舌ですね。舌の先端にですね、唾液が出る線が、穴があるんですよ。で、舌のですね、脇のところに唾液の通る管、唾管と言いますけど、
直径が1ミリぐらいですが、それがこう走っています。で、打感の中の治療を、細いファイバーで見ながら、内視鏡で見ながらすることもできます。それから女性の乳房ですね、おっぱいの中にはお乳を出すので乳管というのが走ってますが、乳管の中にできるがんが乳がんなんですね。だから乳管の中に内視鏡で入っていってレーザーで治療するってことも やられています。もうとにかくもう隙間という隙間にファイバーは入っていく、そして声帯を切らなくても治療することができる。これが素晴らしい点です。さらに光の素晴らしい点は、先ほど、黒痣の治療で言いましたけど、波長を変えると非常にいろいろな効果がある。これはね、昔の有名な実験で、もう40年ぐらい前の実験なんですけどね、これはアクリルの水槽の中に卵白が入ってるんですね、生体の模擬として。左側に波長が 10.6 ミクロンの炭酸ガスレーザーを打ちます。そして右側に波長が 1.06 ミクロンの、CO2 レーザーを、落ち、あ、ごめんなさい、ヤグレーザーを打ちます。ヤグレーザーが、波長が 1.06 マイクロメートルね。それでもうちょうど切りがいいんだけど、炭酸ガスレーザーが 10.6 マイクロメートル、ちょっと薄くてすいませんね、見えないかもしれないね。 10.6 と 1.0 です。 1.06 です。そうするとですね、同じだけのエネルギーで打ったんだけれども、左と右は作用が全然違う。右は直径1センチぐらいの玉になる、左側は UFO みたいな薄い円盤になる。これは声帯と声帯に対する光の染み込み方がまるで違う。1ミクロンの光は先ほど言ったけど染み込む、1センチぐらいは染み込む。炭酸ガスレーザーの 10.6 ミクロンの赤外線の光が染み込まない、こういうことを意味しています。光ファイバーでですね、いろいろなことができる。これは例えば一つの例を挙げていますけれども、胃がんですね、胃の粘膜が、胃がんをですね、レーザーで治療しているところです。普通胃がんになりましたらば、胃がんが分かったらばお腹を開けて、そして胃を切って、そしてまた閉じる。入院期間はだいたい3週間ぐらいでしょう。その後もジクジク痛いです。だけどこれは、まあ、胃カメラと普通皆さん言いますが、胃の、上部消化管内視鏡ですね、上部の消化管内視鏡ので見ながら、そして治療する。これで 95% の人は治すことができます。切らない方が何にせよいいということになると思います。で、レーザー医学はこのようにですね、波長を変え、そして光ファイバーに入れ、そういうふうなことで、特別な治療が普通のただ切るとか温めるってだけと違ってできるということなんですね。で、それは生体の光物性と非常に大きな関わり合いがある。生体の光物性がわからないと、どの波長を使ったらいいかということが全く設計できない。で、じゃあちょっと新しいレーザー医学ということをお話ししましょう。ちょっとがんの話からいきましょうか。あなた方はお若くて元気ですが、まあ、僕はもう老頭でそろそろ死にそうですが、大体我々の死に方というのは2つに1つで、がんで死ぬ方が、まあ、この中の半分の方、そして虚血性の心疾患等の、要するに血管と心臓の病気で亡くなる方が約半分、大体これでですね、決まりなんですね。それ決まりって言って決めちゃって悪いんですけれども。それで、おじいさんおばあさんやなんかがんになられたことがある方は、まあ、がんの方の危険が大きくて、僕もですね、親父おふくろが両方がんで死にましたから、ちょっとがんの方がやばいんだと思っておりますけれども、がんっていうのはね、とってもたちが悪いやつらなんですよ。何せですね、自分が変化したやつらなんで、あんまりね、他の正常なところと違いがないんですね。ここががんだってことがわからないことがあるんです。例えばですね、肺がんがあって、じゃあ切りましょう、肺を開けます。僕は肺がんの切除術は何度も見に行ったことありますけど、分かりません。触っても分かりません。色も違いません。全然同じです。はい。おまけにですね、肺の CT 取った時は肺は膨れてるんですけど、開胸術やるとしぼんでしまって、どこに肺がんがあるのか全く分からない。本当にこう切るとこすら分からないので困ってしまいます。触ってね、ガチガチだったら、引っ張ってポロッと取れるんだったらいいんですけど、がんの特徴は変幻不明瞭、境目がはっきりしない。でさらにですね、
血流とリンパ流に乗っていろいろなところにどんぶら流れてしまう。だから早く発見してその場で処置してしまわないとどこに飛んだかわからない。例えば女性のよくなられる乳がんというのがあって、比較的診断は簡単なんですけど、やはりお医者さんに行くのはちょっと恥ずかしい。それで一瞬お医者さんにちょっとしこりがあるなと思ってお医者さんに行くのをちょっとためらってしまうとすると、すぐ肝臓に飛んでしまう。とにかく立ちが悪い連中だ。さあがんに立ち向かおうよってことなんですが、じゃあ切らずになんとか治していこうよとかですね、わずかに切るだけで凍らせたりして、治していこうよとか、いろいろなことを、考えてるんですが、そのうちの一つのフォトダイナミックテラピーという PDT というものに関して申し上げましょう。今日はうちのですね、学生と朝ディスカッションがあったんですが、物性科学の授業に日吉に行くって言ったら、ああ私も1年生の時にあれを見てうちの研究室来ましたとか、猫に小判って言ってましたよね先生と、まただから何年か前に出したやつをまた出してるんですが、皆さんの中にですねこれだけいるとですね、100人ぐらいの方は、家でね猫を飼っている。で猫にはですねアワビは食べさせてはいけないという迷信がある。アワビを食べさせると、あの耳が落ちる。嘘、本当なんです。これはアワビのですねお肉の方には何もないんですが、肝の方には光感受性物質というフェオブフォーバイド A というものが含まれていて、そして耳のところは透けているので光が当たりやすい。でここで光化学反応、フォトダイナミックテラピーとも言いますが、その治療と同じことが起こってしまって、ここはがんではないんですけれども耳が落ちてしまうということがあるわけですね。であなた方が多分まだ経験したことないかもしれないけど、結構危ないものとしてスキー場とかね、それから海水浴場に行った時にパセリとセロリを多量に食べたらどうなるのか、やってみない方がいいですよ。やめてください。真っ黒焼けになっちゃいますから、パンパンになります。 UV カットが用をなさなくなります。これはなぜかというと、こういったパセリとかセロリの中にはソラレンという光感受性物質があって、そして光化学反応を起こしやすいんですね。それが皮膚にたまりやすいもんだから、皮膚で非常に大きな日焼けを起こしてしまう。で、本当に真っ黒になって、そうですね、三度熱傷で、三度熱傷って言ってもわからないか、ひどい渋滞の火傷になったみたいにパンパンになってしまうことがあります。このようにですね、光感受性物質というものは天然にいろいろあるんですけれども、この光感受性物質に赤い光、青の光を当てることもあるんですが、普通は赤い光を当てて、そうするとどういうことが起こるかというと、さっきその耳が起きたりするのはどうして起こるかというと、光感受性物質が働くのではなくて、実はそこら中にある酸素、我々は酸素を摂取しないと生きていられませんよね。酸素にエネルギーを与えちゃうんですね。自分が食べたエネルギーを酸素に与える。そうすると酸素はですね、冷気一重鉱酸素というのになるんですね。活性酸素とも言います。活性酸素の一種です。これは酸化力が非常に強いんですね。あなた方が知っているものだとオキシフルとか過酸化水素とかマキドンとか、そういう感じのものですね。傷口の消毒によく使ったりするじゃないですか。あの手合いなんですけれども、酸化力が非常に強い。それで細胞を攻撃してやる。これがですね、フォトダイナミックテラピーの考え方です。さらにですね、いいことには、いいことがあるんですが、ちょっといいこと出てこない。こう言いますか。いいことには、光感受性物質を体にやると、あら不思議。がんのところに集まる。さっきがんのところってよくわからないって言ったじゃないですか。ところがですね、光感受性物質はものすごくよく集まるんです。だいたい他のところとの比が、1対3とか1対5ぐらい集まります。この話をですね、慶応の医学部で教授連の前にしました。そうするとね、怒り出す人がいっぱいいました。どうして怒るか分かりますか？認めたくないんです。つまりですね、マーカー物質といって、一生懸命医学の方で、基礎医学の方でがんの特徴を捉えて、
がんのところだけに集まるお薬を作りたいと思ってやってる先生がいっぱいいらっしゃるんですが、どのぐらい集まるかというと、正常なところ1に対してがんのところは 1.2 とか 1.3 ぐらいしか集まらないんです。ところがね、こういう天然にあるお薬がパッと与えただけで1対3とか、甚だしい場合は1対 8.6 ぐらいになってしまう。でそれはなぜですかと言ってものすごく怒られるんですけれど、事実は事実なんですが、ですね、細かく分かっていないところもあります。はい、でがんのところにですね、集まりやすい、まあ正確に言うと集まりやすいのではなくて抜けにくいんですね。同じようにいろいろなところに分配されるんですが、正常なところはまあその細胞の中にスタックされないし、リンパ流もいいのでさーっと排泄されるんですが、がんのところは排泄力が弱いので、しばらく時間を待っているとそこだけ濃くなってくるんですね。で濃い時に先ほどのこの、はい、PDT を起こしてやるとそこだけ、はい、そこだけやっつけることができるというですね、まあ、非常にありがたい話で、もうびっくり仰天の話なんですが、これがですね、どういう効果かというと、その酸素による細胞の攻撃と、もう一つありまして、腫瘍を直接細胞を攻撃するほかに腫瘍の血管も詰めてしまうんですね。でその結果として血が後で行かなくなって壊死してしまうという、まあ、この2つの、ごっちゃになってるんですけれども、まあ、それによってとにかくフォトダイナミックテラピーというのは成立しています。で日本は非常に進んでおりまして、今3剤、許可をされておりまして、このうちの、一つのお薬を、僕は長年使っております。はい、ちょっと今ビデオを撮ってるからどれかはちょっと言えないんですけど、すいません。それからですね、そうですね、これはちょっと飛ばしましょうかね。はい、自分たちでもどのぐらい取り込まれるのって測ってることも測ったことも実際ありますけれども、横軸時間なんで減衰していくんですけど、がんのとことがんじゃないところとだんだんこうコントラストが大きくなっていくんですね。まあ、同じように下がってるだけに見えるんですが、濃度の低いところで見ますと1対5とか1対6とかそういうふうになっているんですね。でさっきもちょっと言いましたけど、この面白い仕組みに関してはどうして集まるのかよく分かっていない点がありまして、諸説紛々なんですが、まあ、いろいろ、まあ、だいぶ分かってきたところはあるんですが、これだけでも、50通以上の論文が出ています。でちょっと、PDT をまとめますと、PDT はですね、光感受性物質というものを与えます。ないとできません。赤い光もないとできません。そして与えないものなんですけれども、皆さんが自分で持っている酸素、これもないとなくなってしまうと何も起こりません。ですからこの3つがちゃんとコントロールして起これば素晴らしい治療になるということになりますね。はい、それで日本ではとても進んでいると、まあこれですね、いろいろなものが認可されていて進んでいて、そうですね、おそらくアメリカよりも進んでいて、うん、だけれども残念だけれども、いろいろなところでいいところと悪いところがある。これはいいところはものすごく熱も出ないし、そこだけやっつけるしね、そこだけはっきり決めてやっつけられるし、もういいところは素晴らしい、体を切らなくても内視鏡で治療できるし、ところはですね、ちょっと悪いところを言うと、悪いところがあるのはですね、一つはさっきのソラレンによる日焼け症みたいなものだ。生体に与えるとですね、抜けるまでかなり時間がかかるんですね。ですから、治療してからですね、今のお薬で2週間は入院してベッドと、まあ、病室の中にいてもらわないと、外を散歩してしまうとやけどのように黒くなってしまう。だからそういう遮光入院期間というのは必要だとかいうことがあります。でこんなに待っていられないので、まあ、困ったなということがあったんだけれども、そこで私は前の医科大学にいるときに、もっと早く治療しちゃったらどうなのかなという研究を始めました。はい、ですからもう薬の方は私は作る力はありませんから、今までの抜けの遅い薬を使うしかないのかもしれませんが、薬を少し使えば、多く使わずに少し使えば早く退院できるはずですから、少し入れて時間を待たずにすぐ治療すればいいだろう。
じゃあ光をどうやって当てればいいのかなっていう研究を始めました。そうしたら非常に変なことが起こったんで、ちょっと見ていただきたいんですが、これが腎臓の腫瘍で、直径がちょっとスケールがあんまり良くないのかもしれないけど、だいたい10ミリぐらいある、立派なあの腫瘍なんですが、これをですね、動物くんに悪いけど作らせてもらいます。で、上からですね、 PDT をの光照射を行います。そうするとどうなったかというと、予想とまるっきり、違うことが起こってしまう。ですね、上の方1ミリぐらいが治療されていなくて、下の方は全部治療されている。なんか変でしょ。表面からやってるのに表面が残っていて治療されていなくて、深い方が治療されている。普通と逆でしょ。これが変だなと思いまして、その当時やってたお医者さんに何度も、これをやり直させました。だけど毎回同じになります。細胞で実験します。細胞で強く当てたのと弱く当てたのとやります。そうすると強いものは全然細胞が死にません。弱く光を当てた時だけ細胞が死にます。なんだこれはということで、慶応義塾大学に来てから、数年間研究しました。それから、非常に有名な会社さんですね、これはビデオ撮ってるけど言ってもいいかもしれませんけども、公表の特許になってますけど、テルモさんという会社と一緒にやったんですが、そして特許もですね、日本、ヨーロッパ、中国で取ってるんですが、強く当てる、まあ、当て方を変える、強く当てたり弱く当てたりすると治療を起こさない領域、起こす領域っていうのを別々にコントロールすることができるということを、まあ、初めて見出しました。はい、もうこれ使えると思うんですけどね、まだ特許は取ったんですけれども、医療機までには高まっていない、残念ながら。どうやって使うかというと、例えばこういうふうにやります。これは女の人にはも、女の人は持ってない臓器なんですが、男の人だけある臓器で、前立腺というのがあります。膀胱の下のところに、丸く丸々ような、今あなた方の、若い男の子はですね、大体そうですね、くるみの大きさぐらいなんですけど、僕ぐらいに57とか、はい、関根勤と同い年ですけれども、年取ってくるとだんだん肥大してくるんですが、前立腺のがんというのは外側の方にできるんですね。で、普通は内側から治療するんですね。内側から治療すると尿道の壁を破ってしまうので、血尿が出て非常に痛いんですね。だけれども、この方法を使えば手前側を残して奥だけ治療することができるから、こういったのも手前側を温存することができるわけです。はい、まあ、この辺でまとめますと、がんの治療に関してちょっと申しましたが、まあ、レーザー治療は、まあ、低侵襲の、まあ、決め手なんですが、それで、そうですね、まあ、こういうふうな、低侵襲のもの、カテーテルでできる、あるいは切らずに内視鏡でできるというような治療法というものは、もうとにもかくにも、患者さんに優しいだけではなく、入院しなくていいので医療費も抑えられる。で、ところがですね、この研究を私10年以上やっていました。そうしたらね、困ったことに突き当たったんですが、困ってそれでいい方向に向かいましたので、ちょっと報告しましょう。それは何かというと、このことです。このことって言っても分かんないと思いますが、ですね、これはですね、左側がちょっと見にくいんですけれども、すげえ見にくいな、これ消えちゃって見えないな。左側は健常組織のですね、血管網で、右側はがん組織の血管網なんですが、実はがん組織の血管網というのはむちゃむちゃなんですね。新しくできたところだから。で、そうするとどうなるかというと、血流が止まりやすいんです。ですから、僕らの治療をちょっとすると止まってしまうんです。で、止まってしまうとどうなるかというと、さっき言った薬剤、光、酸素のうちの酸素が来なくなってしまうので、そうすると治療が止まってしまう。ということは、強い治療を起こそうとするとすぐ、治療がまだらになってしまうというですね、大欠点があるんですね。それに気がつきました。強力な PDT を起こすとこの問題に必ず直面してしまう。弱くしかできない、そういったことがあります。でもですね、この正常なところね、普通の組織であれば、いくらじゃんじゃん光を打って PDT を起こしても血流が止まらないんです。正常なところだと
つまり正常な組織を殺すというかね、やっつけるのにはとてもいい治療なんですけど、いや正常なところをやっつけて褒めてくれることはないんじゃないかと思ったんだけど、これが実はありまして、不整脈の治療に使えるってことをですね、2006年に気がつきまして、もうすぐ、新聞やなんかに載っていますけれども、それでですね、今どんどんこれが発展しています。で、不整脈っていうのはあんまりこう聞いたことないかもしれないんですけど、すごく多いんですけど、日本人ではですね、大体ですね、150万人ぐらい不整脈の患者さんいるんですが、この人を知ってますでしょうか。長嶋茂雄名誉監督という読売ジャイアンツの名誉監督なんですが、名プレイヤーで有名な人なんですが、この人が、今ですね、少年野球の人たちにやーって手を挙げてるんですが、彼は左手で挙げてるんです、やーって。だけどですね、彼は右利きなんです。だから本当は右手が出るはずなんですが、右手は使えない、半身麻痺で、右半身麻痺で、右手はもうほとんど上がらないからポケットに手を突っ込んでる。彼はどうしてそういうふうになったかというと、脳梗塞になったわけですが、脳梗塞をやる前に不整脈があったんですね。心房細動という不整脈があって、で、不整脈があると脈がおかしいとなぜ脳梗塞になるのわからないかもしれませんが、心臓の動きが悪いので血が滞ったところが出てきてしまう。そうすると血が滞ったところに、すごい小さいんですよ、1ミリとか2ミリなんですが、線糸といって血液の塊みたいな、半分固まったみたいなものができてくる。で、それがですね、流れてしまって、手の血管に詰まったら、まあ、手がちょっとこうしびれるぐらいですけれども、これ脳に詰まっちゃうと脳梗塞になって、半身麻痺、まあ、いいとこは半身麻痺、悪くなるともう即死したりする、非常に怖い病気です。この心房細動がありますと、だいたい生涯で 30% から 40% の方が脳梗塞になるというふうに言われています。脳梗塞になると普通の生活はまず送れません。亡くなってしまうか廃人になってしまう可能性もあります。ですから心房細動、不整脈の時に治療するということがとても大事なんですね。で、まあこれ心電図なんですけどね、はい、まあ、この心電図はあんま詳しいことは言いませんが、患者数はものすごく多いということなんですね。まあ、アメリカでは、まあ、一説には220万人、300万人と書いてるのもありますけれども、非常に患者数が大きいということですね。はい、それで、不整脈は脳梗塞の予備軍として非常に重要だ。でところがですね、 僕の常識では、すなわち、25年ぐらい前に習った医学では、不整脈は原因が不明だ、この心房細動は原因が分かりませんって教科書に書いてありました。ところがですね、ちょうど12年ぐらい前に原因が特定されたんですね。これはごく最近と言ってもいいですね。これは心臓の図です。ちょっと気持ちが悪いかもしれませんが、左側が正面図、右側が背面図で、背面図ってあんま見たことがないと思うんですけど、後ろから見ると心臓って色気がなくてのっぺりしておりまして、上側にですね、なんか変ちょこりんな四角の空間があるんですが、この四角の空間が左心房というところなんですが、星印が書いてあるところは両側の肺から2本ずつの肺静脈というのが流れ込んでいて、新鮮な血液ですね、重要なところです。で、そして左心房にまず入ってから左心室に入って大循環になる、まあ、こういう順番になるんですが、星の書いた入ってるところ、書いたところ、肺静脈と左心房の間ぐらいの、もうほんのちょっとしたところなんですが、そこのところに異常な電気信号を発生する細胞の塊ができてしまうので、その信号によって動いてしまう、勝手に心臓が動いてしまう、それが頻脈性不整脈である心房細動の原因であるということがようやく分かった。で、じゃあ治療なんだけど、治療はその星のところをですね、やっつけるっていうのをフォーカルアブレージョンっていうんですけど、これが昔やられてたんですが、これではですね、もう突き止めるのに時間がかかりすぎてやりきれない。そこでどういうふうなことになるかって言ったらば、
異常に発生した電気をどこかで止めてやりましょう。そのためにはそこの心臓の筋肉を殺してしまいましょう、焼き殺してしまいましょう。それがカテーテルアブレージョンという方法で、これが今主流になってるんですね。ですから正常なところをやっつけて喜んでもらう治療はここにあったわけです。それで、ではでも今の治療が満足だったらそれでいいわけなんで、今の治療を調べました。そうしたらですね、非常に重大な副作用があることが分かりました。タンポナーデって書いてありますけど、よくわからないと思いますが、心臓の壁を破って心臓と心外膜の間に血が溜まってしまう、状態なんですが、これはですね、ほっぽっといたらなくなってしまいます。心臓が動かなくなってしまいますので、それがですね、昔ちょっと昔の統計ですけど 1.22%、 100回やると1人は必ずなってしまう。怖いですよね。それから PV ステノーシスといって、肺静脈のところを治療するんだけど、後で肺静脈が詰まってしまう。そりゃ新鮮な血液が来ないから困るわ。これも手術する必要がある。で、もう重大な疾患がですね、合わせて 3% ぐらいに起こってしまうということが分かった。これは両方熱で起こっているということが分かった。だったら我々が考えているがんの治療の PDT はここに応用すれば熱が出ないからとってもいいはずだということを、4年何ヶ月か前の、ちょっと寝られない時に困ったなと思って考えてたら、気がついて慌てて僕 の、 あの勉強作りに走ってノートに書いて、その翌日から研究やったらもうトントン拍子でうまくいっています。それでいろいろな人に助けてもらって、今までにですね、だいたい2億5000万円ぐらい使ってるんですけれども、3年間ぐらいで2億5000万円ぐらい使って、このテーマだけですけれども治療器をどんどん作っています。でちょっと今ビデオに撮ってるので、名前は言えないんですけれども、あなた方が知ってる非常に有名な会社さんが、複数社絡んでいます。今僕のこのテーマのスポンサーの会社さんの、売り上げを足すと、6兆5000億円ぐらいです。非常に大会社さんが、あのアット驚く大会社さんが、来てくれていまして、実験をみんなで一生懸命やっています。はい。それで今どのぐらいまでできているかというと、もう相当線できている。豚においてまず豚組んでですね、実際に、まあ、今度はあの外科的に、ちょっと開胸させていただいて心臓の電気を止めるという実験も、やりました。はい。これはあの僕が手術して、やったんですけれども、非常にこれもうまくいく。はい。電気をピッピッピッって遮断しようと思ってピーッとこう光を打つと、そこでピッと光が止まる。従来はジュー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 焼肉みたいに煙が出るまで焼かなきゃいけなかったんですが、今は赤い光で照明するだけで数秒から数十秒で電気がスタッと止まる。これを見たあの医学部の先生はもう大感動してくれました。これはそれの続きだからいいな。それで今はですね、医学部でやったり成田で実験やったりしてますが、この右下はもううちの学生さんなんかも総動員でやってるので、ですね、お医者さんはですね最大4人来て、慶応の不整脈内科の治療と全く同じチームがやっています。それから、機材の方もこれ使う機材が非常に高いんですよね。6000万円 の、 その、電気の計測装置、それから真ん中にある、これはエンサイトナベックスって装置ですけれども、1億3000万円ぐらいするあの画像装置、それから、数千万円する X 線の透視装置、こういったことものを全部、あれですよ、臨床現場ではなくて動物実験室に全部運んで、それでやらないといけない。なお僕は動物はですね、そんなにあの動物実験が好きではないです。必要悪っていう言葉を知ってるかどうか分かりませんが、もしも、人に試していいということであれば動物を殺さなくてもよろしいんでしょうけれども、そういうわけには参りませんので、いきなり人に使えない以上安全性をどうしても動物で確認させていただかないと、まあ、いけないんで、まあ、お医者さんが4人、それから我々の、スタッフですね、博士課程3年以下の学生さんが、
7、8人、それからあと企業の、担当者が3社さん来てるので8、9人来ていますので、もう全体ですと朝から晩まで信濃町の一室に25人も集まっておっさおっさとやっています。はい。で、僕はですねこの件で会社を作りました。で、皆さん会社を作るって言うとですね、なんか新井は金儲けのために会社をやってんだろうと思うかもしれませんけど、決してそういうことはありません。どうして会社を作らないといけないかというとですね、まあ、皆さんまだ ご存じないかもしれないんですが、例えば製薬会社がいます。医療機器メーカーさんがいます。これで2社さんですね、2つの会社。この2つの会社が仲良くできるか、絶対できないです。いいですか。保険会社と何でもいいですよ、ソニーさんでも何でもいいですが、そういうソニーさんとかキャノンさんとかいう電気メーカーが保険会社と仲良くできるか、できません。業種が違っても違う会社は敵なんです。よろしいでしょうか。会社同士というのは仲がいいパターンというのは契約して一緒に儲けましょうという話がまとまった時だけ仲がいいんです。それ以外は敵なんです。ですから僕の計画では複数の会社、最低でも3社以上が絡まないとできません。で、その会社さんのどの会社さんが作ってくれるんでしょうか。こういった複雑な治療機をどの会社さんも取りまとめることはできません。ほっぽっとくと喧嘩するだけですね。ですから会社が必要なんですね。じゃあ研究室でどうしてやらないの。でも研究室はですね、こうやってあなた方にお話をする、教育をする、そして研究をする場所です。で、会社をやるのが研究室の役割ではありません。ですからマネージメントと言いますけど、会社は大学と分離しないといけないんですね。分からない方があったらいくらでもお教えしますけれども、研究会社を作りました。僕の隣にいるのが社長なんですけど、テルモという、日本で一番大きな、医療品の、医療機器の会社の、重役ですね、技術担当重役を10年間やられた僕より10歳上の方なんですが、4年前から僕が雇っています。だから一番右のは僕の秘書なんですけれども、会社の秘書ですね、大学は別にいるんですが、会社の秘書さんなんですが、これは慶応の元職員で、産学連携で一番できると言われる事務員の方です。で、一番左の女の子は、博士課程3年の人なんですが、物理の首席卒業してから、物上の僕のところに、大学院1年から、希望で移ってきてる方でして、何から何までできます。はい。で、彼女も、そうですね、今研究のヘッドでもあるんですけれども株主になってもらっています。はい。それで今本社はですね、武蔵小杉の、駅前ビルの9階にあります。よかったらどうぞ遊びに来てください。で、この会社はですね、新聞とかですね、ニュース番組、テレビニュースやなんかで何回か放映されていますけれども、どうしてですねまだ途中なのに放映されているのかということは、これ今ですね、この治療機を作るまでどのぐらいかかるかというと、あとそうですね8年間ぐらいは軽くかかりますし、お金もですねまだ3億円ちょっとしか使ってないので、あと20何億円は集めないとできませんけれども、実は日本でこういった高度治療機の研究開発をやってるというのはどこもないんです。大学じゃなくて、だけれども大学が手を出して大手のメーカーが集まってきてくれてやろうってことになってやってるっていうのはすごく珍しいので、それで皆さんが新井君たち頑張ってくださいというので報道してもらってるわけですね。で、実際にはこのような装置を作るんですけど、もうほとんどコンポーネント的にはできています。昨日もですね、一つの形のいい装置の中にどうやって寸法を収めるのかっていう相談を15人ぐらい集まってうちの本社で少しやっておりましたけれども、装置の設計から何から全部やっております。はい。とにかくこの医療機の開発というものはすごく大変なんです。今ちょっと申しましたけど、死の谷というところがありまして、基礎研究はですね楽しいです。大学でやって論文書きます。論文書くと出ると褒めてもらえます。大学院を褒めてもらえます。新井の研究室の方よく、論文書いてますねということで、褒めてもらいますが、それはハッピーですけど、しかしですねその先の死の谷というところを越えませんと、患者さんを助けるには至りません。
患者さんをどうしても助けるためにはどうしても、これを避けて通れないですからやっているわけですね。はい。仏上にはですね、僕の他にも会社を持っている先生がいて、やはり自分の研究を具現化するために会社をやってるんですね。研究から本当に作るまで、設計するまでをやってる。工場は持ってませんよ。大学の中に工場があるわけではない。だけれども大学で新しいものを作っていく、そういうことなんですね。あと、もう一つ、話題を提供しましょう。新しいレーザー医学のもう一つとしては、今まで PDT をやりましたけれども、フォトサーモダイナミックバルブ、ダイナミックと言わなきゃいけないけど、フォトサーモダイナミックバルブですね。非常に言いにくいですけど、これはですね、何なのかっていうんですけど、動脈硬化の、治療なんですね。私は医科大学に結構長くいましたけど、結構教え子で有名になった子もいて、この左側 の伊藤先生と背が同じの191センチの、先生はですね、僕が博士課程まで取らせてあげた、医学生の5年生から知ってる先生なんですが、今もう結構偉くなりまして、所沢でですね、自分の病院を一つ持っていて、理事長兼院長なんですが、循環器の世界でも結構有名な人なんですが、そういうような人まで一緒に昔から仕事をしてるし、今も一緒に仕事をしてます。さあ、動脈硬化ってものは皆さん知ってるかどうか分かりませんが、動脈を硬化する、動脈が硬化に硬くなる、ただ硬くなるだけではありません。どう硬くなるかというと、内側にですね、出っ張りができてしまう、黄色熟手と書いてありますけれども、英語で言うとアテロマタスプラークと言います。これはですね、なんでできているのかっていうと、コレステロールとかコレステロールのエステルの塊が、そこのところに沈着したようなものなんですが、これによってですね、血管が狭くなる。で、狭くなるのはかなり長い時間をかけて狭くなる、10年ぐらい15年ぐらいでだんだん狭くなって、でだんだん狭くなってきたところで最後のダメ押しが血栓なんですね。血の塊がそこにふっとつく。それをこれはかなり早くできる。数分から数十分で血の塊がふわっとできて止まってしまって、それが心臓の冠状動脈だったらば急性の心筋梗塞を起こして夜中のうちに亡くなってしまって、朝奥さんが呼びに出たらもう冷たくなって硬くなっている。これがいわゆる昔でいうところのポックリ病だ。で、実はですね、今でこそこのプラークっていうものが破けて、そして血栓ができるってことが分かってたんですが、これがですね、20年前僕が始めた状況では、なんで死ぬのか、なんで亡くなるのか、なんで詰まるのか、よく分からなかったんです。血栓がどうしてできるのか、それは先に詰まっていた部分の上のファイブラスキャップといいますが、それが破けて中の脂肪が血管の中に出てくるから急に血栓ができてしまう。これが今の教科書に載っているメカニズムですが、20年前はありませんでした。で、それで僕が結構余談なんですが活躍したんですが、右下に動いているのは人の冠状動脈の中です。血管の内視鏡といいますけど、冠状動脈っていうのは3ミリから4ミリの心臓にへばりついた血管ですが、そこの中も全部内視鏡で見ることができます。で、その内視鏡を世界で初めて、今日本医科大学の循環器の主任教授をやってる水野先生っていうのと僕が、僕も若いですよ、これは私ですからね、頭白くありません、助手の頃の私ですが、僕が助手で水野先生が講師の時に2人でですね、もう夜鍋をしながら作って、そして臨床で試しましたらば、真っ黄色の、プラークっていうですね、詰まってるところがある方はその後で急性心筋梗塞になる率が大変高いということが分かりました。それでニューイングランドジャーナルオブメディスンってところに書きました。これはですね、皆さんが一流誌と知ってる、ネイチャーとかサイエンスよりも一流誌です。ネイチャーとかサイエンスは年間20本とか30本とか日本の論文載りますけれども、こちらの方は、我々が書いた段階で、循環器のペーパーでは3通目でした。1年間1通も載りません。臨床をやって装置を作って臨床で本当に確かめないと基礎実験では一切載らない雑誌なので、日本では載せるのは非常に困難なんですが、
はい、我々は血管内視鏡、冠状動脈内視鏡というものを作ることができたので、冠状動脈のメカニズム、急性心筋梗塞のメカニズムを知ることができたんですね。まあ、僕が今死んでしまったらば、僕の生きてる間の業績でこれが一番いい業績なんですね。いい業績っていうのはその人のお役に立ったという。で、今ですね、あなた方が動脈硬化になったらどうやって治すんでしょう。これはですね、バルーン拡張術というので治します。左側にいるですね、アンドレアス・グルンツィヒーって方は最近亡くなったんですが、スイス人で、1977年にこの治療を考えて、その前に下肢動脈ではドッターという方がですね、この3年前に、バルーンの拡張術を下肢動脈でやった。彼は冠状動脈で、やった。で、どういうふうにやって、治すかというと、まあ、狭いところにですね、バルーンを持ってって、バルーンって言ってもナス型のバルーンなんですが、動くかなこれ、あ、動かないぞ、すいません、失礼しました。動くのかな、それでですね、無理やり広げる、無理やりってところが大事です。血管はですね、ゴムみたいなものなんですね。あなた方ゴム管をですね、伸ばして離します。元戻るでしょう、リコイルと言いますけれども。だってこう広げてですね、元に戻らないときはどうなってますか。多分ゴムは切れてますよね。ビリビリに半分ぐらい切り裂いてないと戻っちゃいますよね。戻らなくしたいわけです、中を開けたいから。そうすると血管をビリビリに破いて、それで広げてるんです。かなり激しい治療です。それでですね、そういうふうにビリビリに破いてしまいますといろいろ悪さもありまして、どういうふうな悪さかというと、出てこないぞ、これか。まずビリビリに破くもんだから、破いた裏側の方に血が回り込んでですね、全体が急性に、すぐ詰まってしまうということがあります。急性肝閉塞、それから、再狭窄、内膜飛行再狭窄といって、3ヶ月から6ヶ月経ちますと、まあ、一部に傷が作られてるわけですから、かさぶたみたいなものができて中にどんどん盛り上がってくるんですね。それでまた詰まってしまって、また心臓が痛くなってしまって、発作で倒れてしまって、救急車で病院に逆戻り、こういった方がですね、右の方だけでだいたい 40% 近く、そういうふうになります、3ヶ月で。ですからあまり完成された治療ではなかった。で、今いろいろ完成しようというので、中に金網を入れたりですね、金網にさらに薬を塗ったり、そう、機械科の先生でもそういった金網の設計をやってる先生がいらっしゃいますけど、僕は正直もう古いと思います、そういう方法は。で、僕は新しい方法を、見出したんですが、これはですね、フォトサーモダイナミックバルーンと言います。ちなみにですね、この方法も前の、PDT の不整脈治療も慶応義塾で特許を申請しています。ですから、もしも成功したらば慶応義塾にすごいお金が入りますから、もう一個、きれいな建物を、僕が寄贈しちゃっても OK です。はい、僕が儲かるっていうのではなくて、慶応義塾は儲かります。で、こちらも慶応義塾が持ってるものなんですが、これは何をやるかというと、レーザーでですね、バルーンを広げるときに一瞬温めるという方法なんです。温めるとどこがいいかというとですね、血管壁はコラーゲンでできているので、コラーゲンというものは60から65度ぐらいで柔らかくなるんですね。で、柔らかくなったところで広げて、そして冷やしてやる、そして固めてやるという方法なんですね。言うと簡単に思われてるかもしれませんけど、温度コントロールは1度以内にしなければいけないし、それからバルーンといっても丸いバルーンではなくて、直径が3ミリ、長さ30ミリとかいう非常に長細いバルーンを全体に均一にしなきゃいけない。おまけに10秒以内に全て終わらなきゃいけない。30秒温めてると熱伝導で血管の周りのところまでダメージを受けてしまう。だから早くやらなければいけない。そういったことを全部満足するような、発熱体とか管理装置というものを発明しました。で、これでやりますと本当にきれいにスーッと広がります。はい。で、従来はですね、これの方がいいかな。従来は、バルーンで広げたり、あるいはバルーンを広げた後に金網を置いたりするんですが、どのぐらいの拡張圧力を使うか知ってますか？
1平方センチあたり14キログラムもかけるんです。14気圧ぐらいでかけます。ところが僕らの方法は2気圧から3気圧、4分の1ぐらいの4分の1から6分の1ぐらいの圧力でスーッて広がってしまいます。でその結果を見ると、もう結果の方はもっとすごくて、中はツルツルです。ツルツルピカピカでどこも傷が入っていません。これはウサギさんを温めたものなんですが、左が血管の温める前で右が温めた後なんですが、もうアイロンがかかっちゃったみたいに、もうこれ以上広がらないよっていうぐらいきれいに広がってて、そして傷はどこにもありません。で、こちらの方は、慢性といってですね、ウサギさんで1ヶ月経ったものを比較したものなんですけれども、1ヶ月経っても素晴らしい、その拡張を保っています。ということで、これは昔から注目されておりまして、僕が、前防衛医大というところにいたんですが、慶応に戻ったらばですね、すぐいろいろなところからお声がかかりまして、2003年には経産省関連のNEDというところから、補助金を頂戴して、その後はですね、2004年からは JST という文科省関連のところが、ものすごいお金をですね、くれることになりまして、6年間でですね11億5000万円くれるというので、これでようやく僕の初めての治療機ができるんだと思ったらですね、ところがですね、一緒にやっていた中堅メーカーさんがですね、もう会社の具合が悪くなりますから降りますっていうふうに言われてしまって、いやー困ったなと思っていて、そうしたらですね、今一緒にやってる大手の医療機器のメーカーさんと、そうですね、銀座で会ってですね、そこの常務さんに、こんな感じでこうやってこうやってこうやってって説明したらですね、痛く感動しまして、うちがやりますというふうに引き受けてくれて、スポンサーがいなかったのはたった3ヶ月で済みまして、どんどん今進んで、もうすぐですね人に届けられそうなところまで進んでいます。さあ、お金の方はですね1000万円ぐらいでできれば嬉しいんですけれども、現状まででもうかなりかかっておりまして、2005年までにもう3億円ぐらいかかっていて、それからもう毎年そのぐらいかかっているので、今までいくらかかっているのかよく分かりません。で、この研究の肝はどこにあるのかというと、そのバルーンの構造にもあるんですが、この右側の島崎さんという方は、今年僕のところのドクターを出てドクター取った方なんですが、彼女がですねすごいことを見つけてくれた、それで実用化になったんですが、こちらにですね、豚の頸動脈の、広げる前と広げた後を示しましたが、ものすごくよくこの、血管形成術は切れずに広がるんですが、私はこれはコラーゲンを不可逆変性するものだというふうに固く信じてたんです。あなた方がこう焼肉しますね、あるいは海鮮バーベキューをしますね、イカを焼きますね、ギュッと縮まりますよね、あれは不可逆変性です。元に戻せと言っても生のイカには戻らないでしょ。これもですね不可逆変性を起こしてるんだと思います。ですからどういうふうになるかというと、一発勝負ですね。1回で広がらなかったら2度目はないよって、そういう治療だと思ってたんですが、彼女がですねコラーゲンのフィジックス、そのどういうふうな熱物性を持ってるのかっていうことを、この血管の中で工学的に連続計測したり変更計測したりして求めたところ、これは可逆変性範囲で起こってるってことが分かりました。ですから1回温めたところは生のコラーゲンと同じ状態になっていて、さらに2度目3度目をやってもそれでも柔らかい状態、柔らかい状態なんだけど広がってるという、そういうすごいことを彼女が、発明とか発見してくれました。彼女はそれで、ドクターを取りましたけど、医学論文も書いておりますし、今うちの研究員として、うちの研究員が本業ではないんですよ。医療機器メーカーさんの、あれです、主任研究員じゃ、ごめんなさい、主任じゃないな、またね、研究員をやってるんですが、医療機器メーカーさんから、100% 新井県派遣で、矢上で研究活動をしています。ちなみにですね、彼女がですね、皆さんドクター行くと就職に困るって話は聞いたかもしれませんが、
彼女 の、 あの就職の活動時間知ってますか。就職活動時間は0秒です。それでですね、僕がですね就職のお世話をした時間は約30秒です。それでもうあの職が決まってしまって、彼女の一番やりたいことを、今 やれております。人間やっぱりですね、あるものに関してスペシャリストになるってことは素晴らしいことですよ。で、こういうような、変更計測とか、それから、引っ張りの連続計測とか、この辺はみんなあの女の方が、考えて、僕が考えたんじゃなくて彼女が、次々考えて提案してやってくれてるものです。で、ようやくですね患者さんの治療になるぐらい高まってきました。これは今研究している、スタッフなんですけれども、左にいるのが僕の教え子ですね。教え子の大先生ですね。教え子だけど結構大先生。これは結構お祝いだと思うんですけれども、前に僕の誕生日ではありませんよ。何に関して祝ってるのかはちょっとビデオで撮ってるので残念ながら言えない、ごめんなさい。これが僕の研究室ですが、今かなり少ないですけれども、非常に優秀。ここの中に、うちの科の首席卒業生が2人いますし、それから、さらに言えば、ミスキャンパスもおります。はい。それでですね、研究員の人は今ここに書いてないんですけれども、はい、YouTube のクリップもございますので、よかったら、見てみてください。はい。で、僕らのところはですね、他のところと違うのは、僕の研究室は他のところと違うのは実用化までやっているってことですね。その代わり忙しいです。はい。半端ではありません。みんなビビってます。うわーとかって想像以上ですねって先生とかみんな言ってますけど、割合ストイックなタイプが多いのか、いじめられると嬉しいというタイプが多いのが僕の研究室ですかね。で、僕のキャッチフレーズ最後にね、キャッチフレーズです。この後に課題をもう一回出しますけど、キャッチフレーズはですね、慶応初、日本初、世界初のレーザー治療機を目指している。これが、僕の死ぬまでのクリップでして、去年、その全く同じ題名で塾という慶応の機関誌にも載っております。はい。ホームページを見ていただければそこに貼ってもございますけれども、皆さんですね、この日吉でですね、何年も滞ってしまうのは本当にもったいないです。矢上に早く来て、それで実験を始めましょう。研究生活に入りましょう。それが面白い。研究室で人生のいろんなことを教わります。だから僕のところに必ず来いとは申しておりません。だけども絶対にこちらで滞らないように、なんとか、僕らの頃の言葉で言うと矢上大ジャンプって言いますけど、それを果たしてください。はい。